はい、今回は車の中でのサブチャンネルでございます。どうもどうも、車からどうも。メンバーで、はい、みんなでちょっと行きたいところを一人一人ちょっと言ってもらおうかなっていう。あ、全員で、全員で行きたいところ、誰ととかじゃなくて全員、5全員バー。4人ならあったな。気になるな。その4人は誰なの？5ってむずくない？まあ5はどう、そう4人ならあるよね。4人の方がむずくねえか。絶対あると思うから、ちょっと一人一人言ってもらう、はい、なんでその理由とかもちょっと知りたいから。じゃあ俺から言っていい？おーいいよ。まあ俺はね、ちょっとあったかいところ行きたいよ。みんなであのタンクトップになってさ、沖縄県で、はい、沖縄県でございます。指定なんだ。もうタンクトップじゃないだろ、ね、衣装指定なの。タンクトップ指定、ドレスコード指定なんだ。ドレスコード、そう、ゴリゴリにちょっと肌焼いて、はい、沖縄でさ、綺麗な海でさ、バーベキューしとく。まあいいけどね。オリオンビールと泡盛飲みながらさ、国際通りとかもさ、こう一緒に見てさ、うん、で一個俺修学旅行の時に、高校の時の、うん、あの国際通りやってる時、超ね、うまいステーキ屋さんがあったんだよ。へー、鉄板焼きの、目の前で焼いてくれんの。おー、いや、そうなんです。そう、みんなカウンター席で。いや、知らないけど、ふざけんな。沖縄ってでもステーキうまいんだよね。そう、めちゃくちゃうまくて、なんかね、締めの一杯でステーキ食うらしいからね。そうなの？締めで食うの？そうそれは知らなかったわ。そうすごっ。で、これちょっと豆知識なんだけど、知ってるかな、青森のブラックコーヒー割って知ってる？みんな知ってる。知ってる、うん、お前知らないでしょ。知らん。青森ってさ、あるじゃん、わかるでしょ。焼酎、焼酎だよね、あれね。酒でしょ、うんうん、あれにブラックコーヒー割るとめちゃくちゃ美味しいの知ってる。えぇ、ー、いや、めっちゃうまいから。いや、無理です、うん、ただ味が消えるだけでしょ、うん、いや、でも緩和される感じでしょ。いや、めちゃくちゃ癖あるよ、あれ。いや、でもめちゃくちゃ美味しい、俺めっちゃ好きなのよ。ラーメンにバカみたいに酢かけて食うやつの意見だ。確かにね。行けたもんじゃないから。国際通りオープンカーとか走りたい、ね、いや、行きたい。沖縄で、うん、あのポルシェ借りてオープンカーで次行きたくない？オープンカーの田舎行きたいけどな。いや、俺国際行きてえなー。国際なんだ。俺普通景色が見たいな、オープンカー。ああ、そうね。じゃあね、じゃあ俺いいっすか。はい、俺も国内になっちゃうんだけど、うん、大分県。大分、あ、でも大分なんか行ってるよ。これね、2泊3日したいんですよ。なんで？あの、もうね、みんなふやけちゃうかもしんないけど、うん、2泊3日、温泉をはしごしたい。あ、いい、めっちゃいい。これめちゃくちゃやりたいな。温泉いいんだ。そう、温泉めちゃくちゃ量あるから、うん、こうはしごしたい。へぇ、下呂温泉とか。そう、めっちゃあん、そうめっちゃあんのよ、大分って。あ、そうなんだ。多分行った方がいいんだけど、俺も行きたくて調べてる、めっちゃ。あ、調べて行きたいと思ったんだ。そうそうそう。あ、よくテレビにもなってるし、うん、それを、あの、2泊3日ずっとどうはしごしたい。いやー、いいね。で、向こうは、うん、あの、お酒飲めるんだよね。あの、温泉使いながら。ガチで？そう、あの、よくあるこう日本酒公園みたいな。そうそうそう。シューだね。そうやりながら、めっちゃよくね。めっちゃいい。マジやりたい、マジやりたい。浮かせてね、ここね。そう、やりたいね、あれね。大分って発想なかったわ。あったかいからめっちゃ酔うんだろうけど、やってみて。真っ赤っかね。全員シワシワ。確かに。いいね、やりたいね。温泉いいね。俺温泉好きだけどね、長湯嫌いなのよ。いや、わかる、わかる、わかる。長湯できないよ。だけどこう、温泉場所によってさ、うん、もう場所とか、あの、景色とかめっちゃ嫌い。コーヒー牛乳とか売ってるものとかいろいろ違うから。ああ、まあそうだね。やっぱね、行くのは楽しいんだよね。そう、だから、点々としてはしごするんですよ。長く行くね、短くね。昔さ、ほったらかし温泉行ったじゃん。ああ、いた。くそ昔。めっちゃ楽しかったよ。くそ楽しかった。あれ、マジでやばい。じゃあ、俺行きます。はい。俺まだ一回も海外行ったことないんですよ、うん、だからどうせ行くんだったらセブ島に行ってみたいんですよね。お前1回目でセブ島でも憧れるのよ。ちょっとセブ、でもセブの海バカ綺麗。そうだから、そういうとこ行きたいのよ、全員で。で、全員で海パンで騒ぎてんのよ。日本人のバカどもが騒いでるぞと。海外でしたから別にお前らって関係ないからね。ハワイはもうありきたりすぎるけど、なんかセブ島はまだもっとね。一発目はありきたりで、ね、あれ何がセブ島じゃん。そう、セブありきたりよ。ありきたりなんだ。でもなんか一人で行くにはちょっとお高い気すんだよ。一人でなんかそのちょっとプライベートすぎるのも。だったらどうせ行くんだったらメンバーと行きたいの。一人も五人も一緒や。いや、まだ、いや、バカが増えるのが行きやすい。バカが増えるのが行きやすい。それだけじゃなくて、結構なんか地元のさ、そういうやっぱ料理とかも楽しみたいだけど。なぁ、ご当地料理ですね。そう。海外と何うまいのかね。海外行ったことない人がまずそこなんだ。やっぱ聞くからね。まあセブは聞くよね、よく。そんな有名な場所なんだ。うん、そう、まあ有名、ね、めっちゃ綺麗だ。なんか
新婚旅行とかでよく行くよね、みんなね、セブンとか。ああ、そうだね。めっちゃめっちゃ行く、めっちゃ行く、うん、行くと思う。そんなに行くんだったらどんなもんなんじゃいと、うん、って気になってるのもあるね。あ、へえ、俺はね、まあ別に場所はね、まあできれば関西、特に京都。おお、屋形船に乗りたいね。屋形船、ああ屋形暑いね。よく見るよね、関西で。そう、乗ったことないのよ。で、なんならね、うん、スカイツリー見ながらこの隅田川だっけ、うん、あれの屋形船とかでも全然いいんだけど、確かにね。まあできれば景色楽しみたい重視で京都。あ、京都、京都イメージないけどね、京都ね。やってるよ、多分。いや、やってると思うよ、うん、屋形船。ちなみに船があるとこ、大体屋形船やってるでしょ。やってる、やってる。代表だもん、ね、そう、船代表でしょ。日本の船でしょ、京都。あ、隅田川やりました。行きました。あ、マジで。あ、行ったん。めちゃくちゃ良かったです。おい、呼べよ。めちゃくちゃ呼べよじゃねえよ。そうだよな、ほんとに。いつの話だったら。人残さず俺ら呼べよ。なんでだ。人残さずな。なんで。いや、憧れなんだよね。いや、わかる、まあね。そう、わかる。なんかあの川の上でさ、こう刺身とか食って、酒とか飲んでから、うわぁ、いいね。超楽しい。この窓際でこう、よかかりながら日本酒飲みたいもんね。そう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 。ちゃんと楽しい。こう、肩、顔、こうやってね。こうやってやりたいもんね。もう、何写真撮ってもいいし、動画回してもいいし、全部映えるっしょ、あれはね。確かに。一つ今、酔いそうなんだよね。どうなんだろうね。いや、あんま、船酔いないじゃん。で、あのね、多分ここで行ったら悪いけど、あんま景色見ないで中で飲んで騒いちゃう。あ、間違いない。そう、意外とあれゆっくりすぎてね、景色ってほんとピンポイントしかないからね。あ、そうなの。そうなの。景色があるのだいぶ後なんで。そうだね。へー、乗ったことないからわかんねえよ。まあ館はいいっすよね。へー、わあ、ちょっとそれは叶えられるんじゃねえ、すぐ。あんまり現実的ですよ。隅田でもいいんだったら。現実的だ。夏になったらいい時期だからね。荒川でよければ。荒川か。全然。乗らないね。近いんだけどね。なんかあんま気分乗らないね。とりあえずタイトル、館船貸し切ってやったみたいな。いや違う、忘年会とかね。館船で忘年会。素晴らしい。ちょっと予約してこいよ、もう。僕は最近行ったのはフランスなんですよ。のー、おフランス、おフランス、意外なとこ来たね。フランス、おフラン、おフラン、なんでフランス、やっぱ綺麗じゃん。まあ綺麗だね、建物が。うん、一度はヨーロッパ行ってみたいなっていう。うん、ヨーロッパね。のと、まあディズニーがあると。あ、あるの。そうなんだ。パリにあるんで。おー、最近ね、あのね、ちょっとパリのディズニーの関係者に知り合いができたんで。すごいね、すごいね。どういう知り合いのパリ。やばくね、それ。メンバーで行ったらちょっとすごいのできちゃうのかなって。あー、え、もうフリーメイソン入ってるやん。フリーメイソン世界観ディズニーに合ってそうだね、パリってね。だからモデルがフランスだから。あー、そうなの。普通の飲みに行ってるその街中がもうディズニーみたいな感じ。あ、もう本場もんだ。終始ディズニーいるみたいな。終始ディズニー。めっちゃいいじゃん。マウントハロー、俺ディズニー、パリディズニー行ったらえぐいよね、そのマウントね。シャレオツすぎる。パリ行ってないやつはディズニー喋んなみたいなこと言う。そう、いいよ。ディズニー好きなのって言われても、ああ、まあ好きよ、あのでもパリの方なんだよ俺好きなのみたいな。パリ、いやもうさ、最上位になったらさ、え、C 好きとか言って、いや、フランス行ったことないなら多分ヤバいと思うよみたいな。もう街の話から入っちゃう。ディズニーの話すらしないんだよ。もうだって全部ディズニーでフランス行ったら確かにクソマウント取れる。めっちゃヤバいじゃん。ディズニー好きって言ったらどこのっていうより、まず正義はもう行ってるじゃん、他の海外。だから、こっち、そっち、パーリーとか言って言える。頭おかしそうだよ。パーリー聞いてて、ちょっとやっぱ思考が大人っぽくなってんのかなって思う。なんか、館とかさ、海外とか、なんか落ち着いてる。そうそうそう。だから大体経験してきてるからさ。ガキっぽいの沖縄のやつだけだった。いや、いいんだよ、俺はいつでもガキでいるから。俺はいつでも少年の心忘れない。少年の心忘れない。ドンチャン騒ぎだけは忘れない。でもそういうやつ一人いてもいいよね。まあね、沖縄最高。そういうバカが一番楽しめる。どこ行っても楽しめる。他にもまあ正直いっぱいあるじゃん、行きたいところ。まあまあまあね。まあちょっとずつ紹介していこう。行くとこ。はい。ちゃんと行こう。行こう。そう、叶えようね。行きましょう。はい、ということでね、面白かったらチャンネル登録。最後も最後でかぶったな、お前は。はい、ということで。面白かったらチャンネル登録、高評価、通知登録ね、皆さんお忘れなく、よろしくお願いします。お願いします。それでは次のサブチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。